最近みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが秋になると何かを隠し始めるみたいに。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。誕生日、この特別な日には素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。私の騎士よ、出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチサラか。花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。